おもろい家族パート2。この時間は関西はゆったり、阪急フェリーと F コープ生活協同組合、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒーとリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、今日のこの時間はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、中地奈央ちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日ゴキブリを火あぶりにするっていう話が出ていたので、うん、私の話も聞いてほしいなと思ってメッセージいたしました。はい、うちは福岡市内なんですけれども、うん、端っこの端っこの端っこの方で山と畑に囲まれた自然豊かな立地、その分イノシシ、ヘビ、ヤブカ、さまざまな生き物が生息しております。そんな中でも、うん、一番嫌われ者というのがムカデ。私がムカデを見つけてお箸でつまんで火あぶりにしているとすごい光景ですね。もう本当、どんな話、もう急なんですよね。急にすごい、ジェットコースターみたいな感じなんですよ。私がムカデを見つけてお箸でつまんで火あぶりにしていると、その死骸見えないように捨ててね、いまいましいと妹と父のムカデ嫌いが半端ないんです。私が15センチぐらいの大きな大きなムカデに刺されて仕事を休まなきゃいけないほど痛かったっていう出来事があって以来、ムカデに対する憎しみが私も倍増していてすごいな、うん、あの叩いただけじゃ納得しないってことでしょうね。うん、うん、もしかしたらまたね、なんかこう再生するんじゃないかっていう、なんかやっぱそういうことがあるんでしょうね。ある日火あぶりにしたムカデを座っている父親のそばに持っていたら、ナンバーショーとかもう死んでるって、貴さんふざけんな博多の人です ね、貴さん叫んなと大激怒、うん、ちょっと遊んだだけなのに。また別の日、同じように火あぶりにしたムカデを髪を乾かしている妹に向かってポイと慣れてました。もうやめてギャあまりにもすごい声を出したので死んどるってと言ったんですけれども、うん、それも聞こえなかったみたいで、いきなり2回パンパーンとビンタされました。死んどってもムカデはムカデ。確かにそれ以来ムカデを使ったおふざけはしないようにしたんですけれども、いやー、梅雨の時期っていうのはやっぱりムカデがよく出てくるんですよね。うーん、まあね、あのちょっとね、あの田舎の方に行けば、ええ、まあ、ムカデは出ますよね。まあ、刺されると痛いっていうことで ね、あの気をつけなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、うん、まあ、私もあのマンションにね、はい、深夜帰って、うん、エレベーターが開いた瞬間にうわーって女性が言って、うん、まあまあ、あのもうちょっとネグリジェ姿だったんですよ、ね、今時ネグリジェ珍しいなっていうふうに思ったんですけれどもなんかやってるんですよ、何やってんのかなと思ったら、ムカデがいるんですっていう風におっしゃってて、でもまあしょうがないなと思って部屋に帰って、うん、それでまあ新聞紙丸めて、パンパンって殺して、うん、ありがとうございましたっていうことでね、で部屋に帰ろうとしたら、あのーって言われたんで、うん、何かなって思ったら何かなって何かご褒美的なもの何かなってないですよ何かご褒美的なものがあるのかなっていう思って後ろ振り返ったら、うん、ムカデは夫婦でいるって聞いたんですけれども、もう一匹はどこでしょうって知らんがな知らんがなですよね本当に深夜2時近く
さあそれからね、うん、これもいきましょうか、はい、女性の方さとこさんからいただきました。はい、中地なおちゃんこんにちは。こんにちは。義理の父の話、うん、ちょっと前にタイに家族みんなで旅行に行ったんです。はい、水上マーケットに行った時相乗りだったんですけど、うん、妙に現地の人が慣れ慣れしくって義理の父の肩に肘をついてくつろいでるんです。そう、義理の父は肌が浅黒くスラッとした体型に麦わら帽子に T シャツ短パンにサンダル、うん、現地の人とは間違いない。いやこれはね、うんうん、ないことはないですよ。そうですね、うん、まあね、タイに行って1週間もいれば、まあ、日焼けもするし、うん、それでね、もうやっぱのんびりしようっていうことでね、半パンと T シャツと、ね、麦わら帽子なんていうふうにかぶっていればね、うん、そういうことを間違われることがないことはないので逆に旅行者だっていう風にね思われたらね、うん、気をつけなきゃいけないみたいなところがあったりしますから。そうですよね。うん、さあそれからね、可愛いものをいきましょうか。はい、イクエさんという女性の方、中地奈央ちゃんこんにちは。こんにちは。おもろい家族、我が家の5歳になったばっかりの娘、うん、スイカバーが大好き。スイカバーが大好きなのはいいんですけれども、うん、あの種に見せかけたチョコレートを本物の種だと思っているから大変なんです。毎回吐き出します。それだけならいいんですが、うん、それをママこれはスイカバーの種だから植えたらスイカバーがたくさんなるよと庭に埋めてるんです。かわいい。そして毎日水をあげてるんです、うん、いつ頃本当のことを言えばいいでしょうか。早く言ってください。まだ言わなくていいんじゃないですか。そうですか、うんうん、そうですか、うん、まあ夏休みの観察日記っていうことでずっと土のまんまっていう。まあでもね、あの本物のスイカをね、また種を植えるみたいなことをすれば、うん、これはまたあの夏休みは娘さんと盛り上がれるんじゃないかなっていうふうに、あの種はね、うん、すぐに埋めるんじゃなくって、ちょっとね、あのお風呂場とかにね、うん、あの置いてると芽が暖かいからすぐ出てくるから、そう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 。何でも知ってる。昔ね、ビワ風呂の中で食べて、うん、で種やってたんですよ。そしたら芽が出たんで、植えたんです、うん、そしたらかなり立派なビワの木になったんですよ、そういう経験が僕もあるので、うんうん、あのスイカ絶対楽しいと思います、うん、夏休みにぜひやってみてください。